こんにちは、集団コンサルタントの松本です。今回の話は農業次世代人材投資資金っていう話なんですけれども、これご存知ですか？もともとは青年就農給付金っていう、こういう名前で呼ばれていた制度で、2012年ぐらいから、今から7年ぐらい前に始まった、補助金制度なんですよ。でこれざっくり言うと何かっていうと、農業始めたいなって思ってる人に対して助成金というか補助金を出しますよって、それが年に150万円出しますよっていう制度で、最長研修期間2年で、実際スタートしてからもう5年間、下支えしますよっていう制度なので、トータルすると、150万 ×7 年っていうことで1000万超えるぐらいの金額を、書類をちょちょちょっと書いて、そのいろいろと実際にどうしてきたかとか、計画をしっかり立てたりとか、進捗状況どうかみたいな話を、ちょこちょこ提出すれば1000万円入ってくるっていうことで、結構な人が飛びついたんですよ。ただ今7年経って、2012年に始まってますけども、7年経ってさすがにこれ効果出てんのかなっていうのを、やっぱり国の方が感じてて、というか多分統計データを見ながら、解析してこういうことだろうっていうふうに判断をしてると思うんですけれども、今年2019年に、この制度の見直し大きく見直されて、ガラッと変わったって言ってもいいぐらい大きく変更点がありますので、今回それをお伝えしながら、じゃあこれから先この給付金事業、この給付金を新規就農者が活用するためには、どういうステップ踏んでいけばいいか、もしくは活用するしないっていうことをどう判断していけばいいかっていうことを、詳しくお伝えしたいなと思います。で、もちろん今年のその大きな変更点についてお話はするんですけれども、それより前に、ざっくりと、今に至るまでの経緯、この給付金制度が、どういうものかっていうことと、どういう流れで変更点があったかで今に至ってるかっていう話をざっくりとまず最初にしていきたいと思うんですけれども、この制度自体はですね、民主党の時代に始まった制度で、2012年にスタートしてます。でその当時は青年就農給付金っていう名前がついてたんですよ。でこれはもちろんこの名前の通り、その若者が就農を喚起するような、若者よ頑張れよみたいな促すような、金ないやつも頑張れよっていうような、そういう制度で始まっていて、でこれはですね、ざっくりと言っちゃうと、実家が農家じゃない人、要は非農家出身者を支えるための制度なんですよ。で結構非農家と実家が農家っていう人の差って大きくて、年間で新規就農者、農業やりたいですって言ってスタートする人って、大体年間平均すると大体6万人ぐらいいるんですけども、そのうちの2000人ぐらいが非農家出身者で独立して農家になるっていう人たちなんですよ。だからもう本当に少数派ではあるんですけども、その2000人の人たちっていうのはやっぱり不利な条件でスタートしてるんですよ。もともと農家であれば、いろんなものを実家が持ってるので、それを活用してスタートダッシュポンとダンといけるんですけども、それができないのは非農家出身者で、これ政治の世界で例えるとすごく分かりやすいんですけども、政治の世界2世議員って言いますよね。親が政治家やってて、その子供も政治家になるっていうような場合、これ3つある、地盤、看板、地盤、違うな、地盤、看板、カバンっていう、この3つを持ってるから2世議員はすごく有利だって言われてるんですよ。でこれは3つ何かっていうと、地盤っていうのは要は後援者がいるっていう話、親が作り上げてきた講演会、講演者っていうものをそのまま引き継ぐことができる。で看板っていうのは、その地域の知名度ですね。親がそこで議員やってればやっぱり知名度ありますから、その子供かっていうことでやっぱり認知されやすいんですよ。でか、あとはカバンですね。カバンはお金です。政治家の子供なんで、お金は大丈夫だろうということで、地盤、看板、カバン、この3つを持ってるから2世議員は有利って言われてて、これが農業の世界そのまま当てはまっちゃうんですよ。
というのは、まあ、要するに親が持っている、まあ、その生産技術、栽培技術をまあ引き継ぐというか、その直に教えてもらうことできますし、まあ、売り先もそのまま引き継ぐことできます。で、農地持ってて、まあ、借りてるかもしれないけど、今すでに生産している農地があって、で、例えばまあ農家であれば家がある、で、倉庫がある、出荷場がある、で、機械も揃ってる、で、資材、諸々の資材とか施設も揃ってる状態からスタートができるっていうことで、政治家、二世議員が持ってるような地盤、看板、カバンみたいな、そういうそのプラス材料をたくさん持ったままスタートできるっていうのが、いわゆる小せがれ農家、まあ、農家出身者っていうことなんですけれども、これら全てを持ってないのは非農家出身者なんですよ。だからスタートの時点でものすごく不利なので、その人たちを支えようっていう制度がこの青年収納給付金なんですね。だからまあ年150万円最長まあ7年支援しますよとは言ってる、その1000万っていう金額を先ほど言ってたスタートダッシュのその差から見ると、意外とそんなに大きくはないかなっていう気はするんですね。ただまあ普通に生活者として税金ですよ、税金から年間150万円いただけるっていう、その金額って結構大きいんですね。実際研修を受けて、その研修中にまあ働きながらアルバイトしながら研修を受けるっていうのも割と現実的ではないので、やっぱり研修に集中したいですから、そうなるとやっぱり働かないで無職の状態で研修1年間集中、2年間集中して、それから新規収納するみたいな話になっちゃうんですけど、そうするとやっぱりこっち金銭的な面でまあ苦しくなってくるんですよ。だからまあ生活面を支えるための150万という見方もできますし、もちろん起業するんであれば当然最初に蓄えをある程度まとまった資金を用意して起業、独立、開業みたいのが、まあ農業であっても同じような感じなので、まあ最初にまとまったお金を持ってるっていうのは非常に大事なことなんですけれども、まあそのまとまったお金をまあ生活に充てつつ、ここでもらったお金をまあその最初の設備とかまあ必要な資材とかに投資するっていう、そういうふうに使うこともできますので、まあそう考えるとやっぱり非常に助かる制度ではあるんですよ。で、この制度がですね、実際にやっぱり150万円もらえるっていうことで、まあわっと飛びついたんですね、いろんな人たちが。で、もともと農業かでもな、金ねえしなみたいに思ってた人が、まあ年間150万円もらえる、2年間研修2年間やれば300万円もらえるっていうことで、まあそこに乗っかって、よし農業やろうって言ってパパパッと踏み出した人が結構いて、先ほどまあ新規就農者6万人のうち2000人がいわゆる非農家出身者、まあ新規参入者っていうんですけど、新規参入者がまあ2000人ぐらいいるっていう話してましたけど、この2012年以降実際増えたんですよ、新規参入者が。2000人だったその数字がポンと3000数百人に跳ね上がったんですよ。で、それはもう間違いなくこの制度の、このまあ当時の話なので青年収納給付金の効果があったんですよ。で、それはもちろんその若者よ農業行けっていうような、その国のまあ後ろからの後押しの成果が出て新規就農者が増えたっていう、まあ数字上成果は出たんですけども、実際ですね、定着率が悪かったらしいんですよ。まあこれはちょっと私聞いた話ではありますけども、その実際お金もらって補助金受けてスタートしました、研修しました、で農業始めましたはいいけども、始めたはいいけどやっぱダメだわって言ってやめてく人たちが結構いるらしくて、もう5年持たないとか、給付金5年もらってやそこでやめるみたいな形の人たちがまあ結構多かったらしくて、定着率が低かったんですよ。で、せっかく呼び込んだのに、たくさん人呼び込んだのに結局続かないっていう人たちを大量に生み出してしまったっていうことで、これは改善しないといけないんじゃないかな、
ていうことで、まあ5年経ってからではありますけれども、まあマイナーチェンジをしたんですよ。ここはフルモデルチェンジじゃないです、マイナーチェンジなんです。名前は変わりましたけども、大枠は全然変わってないです。で、まあ、農業次世代人材投資資金、まあ、投資事業っていうものに変わって、まあ、名前を変えて心機一転やっていきましょうって、何が変わったかっていう話なんですけど、まあその150万円もらえて年間通して、まあ、その2年研修期間2年で経営開始型っていう、そのスタートしてからの5年っていう、その大枠は変わってないです。ただその入り口をちょっと審査を厳しくしたりとか、要は最初にふるいにかけるんですよ。やっぱりこの人は本当にお金あげていいのかしらっていうような、その審査があって、補助金なので審査があるんです。審査をちょっと厳しくしたりとか、まあ実際にその研修受けて、その後に農業続けたけども辞めるっていう人がいた時の、その当然お金返してもらわなきゃいけないんですよ、辞めちゃったら。それがルールなので、そのこの制度ので、その返還義務みたいなものの基準も厳しくしたりとか、入り口と出口をまあちょっと厳しくしたんですよ。でそういうマイナーチェンジなので、まあ実際これっていうのは、これどういうことかっていうと、いわゆる研修生側、まあ農業やりたい人に対しての制限を厳しくしたっていう話なんですね。で実際じゃあここで厳しくしてどうなったかっていうと、まあ私ちょっと詳しく結果は知りませんけど、おそらくそんなに成果は出なかったんじゃないかなっていうふうな推測が立つ。というのは2019年2年経ってまたモデルチェンジをしたからなんですよ。で今回の今年2019年4月からなんですけども、今年度のそのチェンジ、変更点というのは、ここではマイナーチェンジでした。青年就農給付金から次世代、まあ、人材投資資金に変わったのはマイナーチェンジでしたけど、今度はモデルチェンジぐらいの感じなんですよ。結構大きい変更がありました。で、ここからなんですけど、今回の変更点、ここからやっとお伝えできるんですけども、実はですね、まあ、今回準備型の話をメインにしてます。この給付金制度っていうのは研修中の2年間とスタートしてからの5年間っていうふうに分かれてて、準備型、経営開始型っていうふうに、まあ、呼び方を変えてるんですよ。で今回お話ししてるのは準備型の話なんですけれども、この準備型が、まあ、経営開始型も大きく変わったんですけど、準備型が特に大きく変わってて、で何を変えたかっていう話の前に、どこを見てどこが問題だと思って今度は変えたかっていう話をまずしないといけないんですけども、これはですね、先ほどこのマイナーチェンジをした時の話で言うと、研修生側、農業やりたいなと思ってる人側に対して厳しくしたじゃないですか。で今回は受け入れ側なんですよ。研修機関、先進農家っていう人たち、研修生を受け入れる側の人たちを厳しく、まあ基準を厳しくしたっていう、そういう話なんですね。これ結局、まあその来る人のやりたいなっていう意欲ある若者たちを受け入れた。で、お金を出してあげたけどもうまくいかない。なんでだっていう時に、これってもしかして教える側に問題があるんじゃないかなっていうふうに、まあ国のまあ役人が思ったんでしょうね。じゃあその研修機関っていうものを、もうちょっとその教育機関をもうちょっとしっかりとしたところだけにふるいをかけて、ちゃんとしたところで学んだ人たちだけに補助金あげるようにしようっていうふうに変わったのが今回の大きな変更点なんですね。で実際どういう形に変わったかっていう話なんですけど、継続した部分もあるんですよ。大きく分けると、個人の農家さんたち、まあ先進農家とかっていうふうな言い方してますけど、個人の農家として、まあ個人事業、自営業っていう形で、まあ研修生受け入れて、そこでまあ実際一緒に仕事しながら内容を伝えていく、栽培とか経営技術っていうものをまあ伝えていくっていうような研修をしている個人の農家と、
あとは農業大学校みたいな公的な、まあ、学校だったりとか、まあ、その全国型教育機関っていうふうに言ってますけど、まあ、そういう全国にある、まあ、いわゆる財団法人とか一般社団法人みたいな形をとって、まあ、ちゃんとカリキュラムを用意して学校のように運営している教育機関っていうもの、こういうところと、まあ、先進農家と2つ分けたんですよ。で、ちゃんとカリキュラムを用意しているような農業大学校とか教育機関っていう、この辺りは、まあ、認定されている学校系のところは、まあ、継続して今まで通りの、まあ、次世代人材投資資金の流れで、まあ、給付金出しましょうっていうふうに、まあ、そこはとりあえず継続はしてるんですけども、その個人の農家で受け入れてた。研修生を受け入れてたっていうところを厳しくしたんですね。で、まあ厳しくしたというか、大きくガラリと変えたんですけど、これまあ、ざっくりと言っちゃうと、ここに書いてある通り、農の雇用事業っていうところに、まあ、くっつけちゃったんですよ。で、この農の雇用事業って何なのかっていうと、これについてはもう、3つの柱というか3つのタイプがあって、まあざっくりと言っちゃうと雇用を手助けする事業なんですよ。で、1つは雇用就農者育成独立支援タイプっていうもので、これは要するに、そのまあ研修生とかを受け入れて、まあその会社の従業員として受け入れた、その新人研修みたいなものに、まあ、助成金出します、補助金出しますよっていう制度だったり、将来独立するために今教えてるんだよっていう人に対してのその研修費用みたいなのを助成しますよっていうタイプが一つと、まあ将来その従業員が将来自分の法人を立ち上げるっていうようなものを支援するような、そういう、まあ、タイプも一つあって、あと一つはこれ次世代経営者育成っていうような名前では書いてますけども、これ実際は、まあ、その従業員が、まあ、国内国外、まあ、その研修旅行みたいなものをする時に、まあ、助成するお金を出しますよっていうようなもので、まあ、この3つのタイプに分かれてるんですよ。で、今回のそのいわゆる青年就農給付金系の補助金制度っていうのは、この一つ目の、まあ、独立支援とか雇用就農者育成っていうものと割と性質が似てるので、まあ、ここに組み込んでしまおうっていう話で、実際今回の変更点ではここにほぼ入っちゃってるんですよ。まあ、特例枠みたいな感じではありますけども、農の雇用事業のこのタイプのもの、独立支援タイプのものに、まあ、寄り添うような形でカポッとはまっちゃったんですね。で、これについては、まあ、実際の数字で言うと金額減りました。年間150万円もらえてた、最長2年間もらえてたものが、年間120万円の最長2年、最大2年っていうふうに、まあ、もともと農の雇用事業がそうなので、こっちに合わせるような形で、まあ、縮小されたっていうことが、まあ、一つ大きな点があるのと、あと一つ問題なのが、これ今ここに書いてある図なんですけども、もともと青年就農給付金で、まあ、名前が変わって次世代人材投資資金っていうふうに、これらの給付金制度っていうのは、まあ、受け入れ先っていうのは研修生、先進農家側です。農家側と研修生側と、まあ、国とあって、実際その受け入れ側、まあ、農家って言っときますけども、農家に対してあなたのところはその研修生受け入れる機関として認めますよって国が認定する一つ流れがあって、で、そこに対して研修生が入って研修をする。で、その後、まあ、国が、まあ、その研修のやり取りを見ている中で書類を出してもらって、よし、 OK、補助金出しましょうっていうことで、国が研修生に対して補助金を出してたんですよ。で、それが農の雇用事業になってどう変わるかっていうと、お金の流れが変わるんですよ。まず農家が研修生を
雇うっていう形、雇用契約を結んでくださいよっていう、まあそういう事業なんですよ。で、雇用契約結んだ中で、その研修生に対して、まあアルバイトとか社員ですよ、そこに給料を払うっていうスタイルで、まあ実際研修するんですけども、給料を払いながら働いてもらうっていう形式を取っといて、で、国がまあもちろん認定します、ここの人たち、この農家さんは、まあ、農の雇用事業に該当しますよということで認定した上で、その払った賃金というか、まあ、その研修生を育てるためにかかった研修費用に対しての補助金を出しますよっていう、そういう制度に変わったんですよ。で、これ何が問題かっていうと、まあ、問題っていうか、これ結局お金の流れは変わったんですけども、結局国から研修生にお金を流している以前の制度と別に変わってないんですよ。金額、まあ金額は減ったんですけども、結局国が研修生に渡すっていう流れはワンクッション置いたとはいえ変わんなくて、受け入れ先、要は農家側っていうのはお金もらえないんですね。流すだけっていうような役割で、で、事務処理が増えるんですよ。もう雇用契約結ばなきゃいけないし、書類提出も結局農家と国のやり取りに今度変わってるので、書類のやり取りが。そうすると農家側は金銭的に何かもらえるわけでもなしに、事務処理だけがものすごく膨大に増えてしまって、言っちゃうと今まで個人でやっている農家さんっていうのは、まあその金銭的にどうこう、そんなに大きく余裕があって回してるわけではないと思うんですよ。で、そんな中でこの流れを作った場合、これはぶっちゃけ話ですけども、賃金を払い続けて国からその補助金が降りてくるまでに、ざっくり言うと4ヶ月から6ヶ月ぐらいかかるんですよ。だから例えば、まあ年間150万、120万なので月10万円ですよね。月10万円、毎月、まあ、給料っていう形で払い続けて、その払い続けた、例えば半年分60万円が、まあ、国から補助金として入ってくるのが、半年後っていう話なんですよ。60万円をまず自分で自腹切って払っていかなきゃいけないんです。働いてもらってる体で。研修ですからね。働いてもらってるのとは違うんですけども、とはいえ60万円を払い続けて、で、半年後にようやくその60万円が返ってくるっていう話なんですよ。これ利益じゃないですからね。マイナスになったものがゼロに変わるっていうだけなので、農家の負担がものすごく大きくなってるんですよ。で、この負担に耐えられる農家だけが、まあ研修生受け入れて、まあ補助金制度使ってくださいよっていうような、そういうふるいのかけ方をしてるんですね。で、まあちょっと分かりにくい話になってると思うんですけども、要するにここの先進農家の人たちでのところで研修を受けた人が独立した時に、研修制度カリキュラムがちゃんとしてないから、ちゃんとした農家じゃないから、変なその新規就農者を、まあその独立してちゃんと利益を出せるような一人前の農家を出せない、育てられないんじゃないかっていうような、まあ国のそういう推測ですよね。で、その推測でもって、ここをまあ要するにぐーっと絞って、本当に金払いのいいというか、まあお金を研修生に払ってでも、賃金として払ってでも、ちゃんと育てて独立させられるような農家だけ、補助金出しましょうっていうふうに、まあそういうふうに変わったんですよ。だからこれ、まあちょっと愛知県の私の管轄のところだけの話で言うと、今のところこの制度が変わって、先進農家から農の雇用事業を使って研修生受け入れてっていう人は、まあゼロだそうです。全然いないそうです。まあ、なかなかハードル高いですよ。金銭的というか事務処理的というか、メリットがあまり感じられないので、もちろんその研修生側からすると、やっぱりその農家で勉強したいですって言って入っていって、お金ないからどうしてもこの制度利用したいんですっていうのは、過去も今もずっと変わらないんですけども、制度は変わったので、その農家側が、いや無理だわ、うちそこ無理だわっていうことで、まあ拒絶をするというか、受け入れられないっていう状況が今全国的におそらく出てると思うんですね。だから今まで
まあその2000人の新規参入者が3000人に増えたっていうように、千数百人の人たちが、まあそのこの制度に乗っかって新規就農しようって言って、農業を始めようって言って、まあ動き出したんですけども、今年に関して言うと、おそらくそこはぐっと狭まるんじゃないかなって気はしてるんですね。で、まあもちろん農業大学校とかこういう教育機関なんかで、まあもちろん引き続き給付金制度を利用できますので、まあそういう学校から卒業していけば、まあ当然補助金受けながら、まあスタートできるんでしょうけども、まあここの割合がどれぐらいのもんかも私知りませんし、ここでまあちゃんと勉強したから、じゃあちゃんと独立した後にうまくいくのかっていうのは、もちろんそれは保証はないです。どっちが優秀かってことも言えないですけども、ただこっちだけを残すっていうのは、まあ国のその方針がどういうふうに考えてやったのかは分かんないですし、先ほど推測の話はしましたけど、まあこの辺はだいぶ大きく変更がありました。で、この変更でものすごく打撃を受けるのが、まあ狭い世界で言っちゃうと有機農業なんですよ。有機農業っていうのは個人の農家のすごく多い業界で、その個人の農家に自分も学びたいですって言って、まあ入って研修生として入って1年間2年間学んで独立するっていう、こういうスタイルが、まあその業界全体に広がってるんですよ。で、それをまあほぼ積んでしまったような形なので、まあ有機農業で独立する人たちでお金ないと苦しいです、補助金もらいながら独立したいですっていう人たちは、おそらくほぼまあシュッと縮小するんじゃないかなっていう、まあそういう状況なんですよ。という感じで、まあ青年就農給付金という名前から始まって、まあ研修生の基準を厳しくする、受け入れ基準を厳しくして、で、今回2019年に受け入れ側、農家側の基準も厳しくして、で、どんどん絞り込みにかかってるわけですよ。もちろんそれは税金なので、補助金っていうのは税金をもとにして、まあ国から出しますよって、頑張って使ってくださいね、有効に使ってくださいねっていうことで出すんですけど、それを結局有効に使えるかどうかは、もちろんこの制度の、まあ、クオリティにかかってるわけで、税金である補助金をしっかりと使ってくれる人たちに配るためには、こうやって絞り込みをかけていくしかないっていうのは、まあある意味悪い変更ではないのかなっていう気はしてるんですよ。で、じゃあその農業やりたいです、新規就農したいですっていう人が、これからまあそれでもやっぱり金ねえからな、やっぱり活用したいんだけど、もらえるものはもらいたいんだけどっていう人、どうしたらいいのかっていう話を、まあちょっとだけしておきますけども、これ結局、今現状、この形に変わっちゃってるので、それでも、まあお金欲しいわって、お金もらわないとちょっと今勢いある、今やる気に溢れてんだから、今行きたいんだよ、でも金ねえんだよ、みたいな人は、こっち入るしかないんですよ。農業大学校とかにまあ入って、でそこで学校で学びながら、まあまあ県によるかもしれないですけど、実際その先進農家に実地研修とか行って、1ヶ月2ヶ月その学びに行くっていう、そういうカリキュラムの中の時間も用意されたりしますので、まあ農業大学校なり他の教育機関なりで学びながら、お金をいただきながら、その行きたい農家さんのところに数ヶ月お世話になるっていう選択肢もまあなくはないので、まあいろんなやり方が多分あると思います。で、お金をもらいながら、まあその勉強して独立就農してっていう形、どうしても取りたいんだったら、そういうふうにまあいろいろ手を尽くしながら、限られた選択肢の中からやっていくしかないんですけど、これ私はもともとまあこの事業そのものには反対の立場だったんですよ。で、まあ冷静にお伝えしてますけど、こんな制度なくなりゃいいやっていうぐらいの、まあそういう立場の人間で、それは何でかっていうと、まあもちろんひがみはあります。私自身が新規就農した時はこんな制度なかったので、当然そういう補助金、こんな大きな補助金制度なかった中で、金ねえ金ねえとか言いながら頑張ってやってきたわけですよ。で、そのやってきた中で、まあま、全く補助金がない状態で、自分自身で何とか稼がなきゃいけないっていう、その危機感を持ちながら、リスクに、
まあさらされながら頑張ってきたわけで、そこにはなんとか一人前になって家族を養っていこうっていう覚悟があったんですよ。でその覚悟っていう部分を失わせてしまうのがこういう補助金制度だと思ってたので、まあ今でも思ってるので、だから反対の立場を取ってるんですね。でじゃあその覚悟あるぜ俺、あるけどもやっぱりもらえるもんもらわないと非農家出身者きついだろうっていう意見もちろんあると思いますので、それはまあそういう考えであればもちろん受けてもらったらいいですし、その受け方については先ほど言ったようにやっぱり限定的になってますので、まあ選択肢は狭まりますよっていうことがまあ言えると思うんですよ。ただまあもともとなかったものとして捉えてもらえれば気が楽ですし、こんな制度を利用しなくても俺はやってやるぞっていうような、そういう気概でまあ進んでもらった方がまあ最終的にはうまくいくのかなっていう気もしますので、まあそのあたりまあ大きく変更しましたし、まあ補助金受けにくい状況にはなりましたので、まあそれを機会にまあ良かったなっていうぐらいのつもりで、まああんまり国に頼らずに自分自身やってやるぞっていう気概で頑張ってもらえればいいかなと思います。